残酷なシーンっていうのは撮影前もどんな風になっていくか、どんな風に撮っていくかっていうのはまるで予測もつかなかったですし、絵コンテとかでこう会っても何度見てもこう頭の中が拒否してなかなか受け入れられなかったですね。実際に私が人間に刃物を刺さなきゃいけないとか、例えば刃物をここに刺すとかってどうしてもその動作をすることは分かってるんですけど、気持ちがこう、なんかこう拒否してしまうというか、なのでそこは感情というよりはもう動作としてこのカットはこういうカットって思ったりとか、なかなかそういうふうにしないとちょっと気持ち的に難しかったですね。北川さん的には受け身のようで受け身でないというか、とっても大変な役だったんじゃないかなって思いますね。でも前半の、ルームシェアをする2人で過ごすシーンは本当にすごく楽しく、ルームシェアっていいなと思うような楽しい撮影でした。すごく興味を持ってちょっと覗いてみたいなって思うような世界ですね。なかなか自分がしてみたいとか発想したことなかったんですけど、今回の映画で特にちょっと、はい、踏み込めないですね。そうですね、もう衝撃だらけだと思います。ラストシーンがいろいろ考えてしまいますね。どうしたらいいんだろうとか、どうやって彼女は生きていくんだろうとか、もっともっと見たいって思ってしまいますね。こんなに最後まで結末を予測できないようなお話ってないと思うんですね。なのでそのスリルだったりドキドキをこの映画の中で皆さんに味わっていただけたらと思います。あのさ、ルームシェアって興味ない？ルームシェア？病院で知り合った晴美と玲子、二人で始めた新生活。本音で喋れる友達って初めてかも。玲子みたいな人だったらずっと一緒にいたいと思う。仕事なんて寂しいな。困ってる時に助けてくれた人いた？何わけわからないこと言ってるの？役立たず。ひどい死に方。自分のこと可愛いと思ってたの？いた。普通じゃなかった。死ねばいいのに。はるみさん。ルームメイト。そばにいるのは本当は誰？